こんにちは、アマリーです。今回は、YouTube 名、まいたかすぎさんから、デュオの、チケット、振り付けをいただいたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。封筒は住所が書かれているため、見せることはできませんね。けど、ピンクの封筒ですね。はい、では、お手紙の方を読んでいきたいと思います。アスタルテマリー様、この度はプリパラデュオ企画に参加していただきありがとうございます。ぜひぜひ利用してあげてください。私も利用させていただきます。これからもどうぞよろしくお願いします。YouTube 名、まいたかすぎより。字が汚くてすみません。全然字綺麗です。本当に自分より字が綺麗なので羨ましいですね。はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。まず、用の振り付けが、舞ちゃんとももちゃんのものですね。まず、こちら、舞ちゃんの友チケですね。友チケ、両用のチケットです。で、こちら、ももちゃんの両用のチケットです。と、こちらの2枚いただきました。ほんとかわいいですね。では、友チケもいただいたので、こちらの入れ物に入れてくれましたね。友チケもくれた。ありがとうございます。で、はい。で、マステも貼ってくれましたね。はい、まず、ミステリープリズムストーンサイリウムコーデを着た舞ちゃんの友チケ。スーパーミレ、あ、チームスーパーサイリウムミレーコーデを着た舞ちゃんの友チケ。ジュエルマイクミルキープリズムコーデを着た舞ちゃんの友チケ。ガーリッシュイエローコーデを着た舞ちゃんの友チケ。ミステリーロゼットジュエルコーデを着た舞ちゃんの友チケ。で、ラベンダーフローラルコーデを着たももちゃんの友チケですね。ももちゃんの友チケもいただきました。で、こちらの友チケでおまけの方もつけてくださいましたね。キャラ友チケですね。リンリン紫コーデを着たドロシーちゃんの友チケ。リンリン紫コーデを着たレオナちゃんの友チケ。おっと。ハートアイエンジェルコーデを着たみかんちゃんの友チケ。全部トップクラスですね。これはここ。こっちでいいか。で、なんと、おまけもくださいました。で、コーデがバラバラですいませんと書いてありますが、本当に嬉しかったです。持ってないのもあったので。まずは、ロゼットジュエルクールサイリウム。ワンピ、ロゼットジュエル、ポップサイリウム、ヘアアクセ、トライアングルポップン、ワンピ、ダイヤチックビビットトップス、で、それに合うスカートですね。で、キラリンバタフライコーデでくださいました。こちらのね、コーデ、多分揃ってなかったので嬉しかったです。ありがとうございます。こっちを。はい。というわけで、今回は、まいたかすぎさんからいただいた、有用の、プリチケだったんですけど、友チケとかおまけもつけていただき、本当にありがとうございました。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。